まもなく第1組の発送となります。さあ第1組スタンバイとなります。内側から1番埼玉杉戸農業森田一郎、4番山梨高校業武藤海斗、5番静岡清涼渡辺雅也、2番岐阜第一倉田光輝、3番茨城取手一吉岡優太、6番鳥取倉吉総さん笠田太一です。スタートしました。さあスタートして第1組、まずはペーサーの後ろ森田一郎杉戸農業埼玉、そして4番の武藤海斗甲府工業山梨が続いています。6名の出走、この中から2名が4分の1決勝へ、そしてこの中で後ろから2番目、3番の赤のキャップ吉岡優太が唯一2年生、あとは全て3年生の構成です。さあペーサーすぐ後ろ杉戸農業森田一郎、先ほどは惜しくも3着というところでこの敗者復活へ回っています。あっという間に2周を回っていきますが、今度は前方からの戦いというところになりますが、先ほどは中段3番手あたりからの戦いでした。さあ風は若干温度が下がったかなという感じですが、照りつける太陽まだまだ暑い、そんなバンク内予定通り5時10分第1組がスタートしています。さあペーサー離脱、吉岡優太がするりと上がってきたところ、地元の静岡清涼渡辺雅也外側に合わせてきて、現在さ2番手位置まで上げています。後方から倉田光輝は岐阜第一、内側に杉戸農業の森田一郎が残っている。まもなく残り1周、吉岡優太が先行に変わります。その後ろから清涼の続いて渡辺雅也、そしてその後方内側に森田一郎、外側の方からさあどうだ、清涼上がってきた渡辺雅也、そしてその後ろに倉田光輝が続いている。内側の方には森田一郎、4コーナーから直線向かってくるところ、地元静岡清涼渡辺雅也がうまくレースを運んでまいりました。
当選者確定は今しばらくお待ちください。第2組がスタンバイしています。並びは内側から5番福井科学技術竹村小太郎、3番倉吉西田平孝太郎、6番八王子創始沢田由里、4番拓大光陵森優斗、2番栄北岩本和馬、1番総督大久保裕樹です。そう、こちらは2年生、3年生、3名、3名と半々の構成になりました。ペーサーのすぐ後ろ、5番の福井科学技術福井の竹村小太郎、バッテージには3番田平孝太郎がつけています。倉吉西です。6番八王子創始の沢田由里、そして青のキャップ4番は森優斗拓大光陵、埼玉栄北岩本和馬、そして大久保裕樹総督広島1番後方につけています。さあ回ってくると2周完了というところになりますが、先ほどと同じく後方からの戦いになりました大久保裕樹、惜しくも3着で敗者復活に回っていますが、今度はどんな展開してくるかというところ、この中では最上位で、この先ほどの1回戦は終えています。ペーサーが離脱するタイミング、少し横に並走状況も見せながら、まずはスルスル前の方に動いてこようかという動きを見せる選手が2名ほど、前方の方に倉吉西、3番田平孝太郎がつけました。内側の方に5番竹村小太郎、そして外側4番、そして2番の岩本和馬も上がってくる。岩本和馬、並びかけようかというところ、3コーナーから4コーナー、まもなく残り1周、間を上がってきたのは4番拓大光陵の森優斗、そしてその後方のところから内側の方には5番の竹村小太郎、そして外側の方には4番森優斗、現在先頭は3番田平孝太郎、さあそして2番の岩本和馬が外側の方から行くか、そして1番の大久保裕樹も上がってきた。さあどうだ、最後は大久保裕樹も前の方にうまく合わせてきました。2番に1番岩本和馬、大久保裕樹、さあ後方から一気に合わせてくるような形で上がってきたのは大久保裕樹、そしてその前を仕掛けてくる形、合わせる形で岩本和馬が、その直線勝負両者ともにうまく運んだかなという、そんな印象もありました。確定は今しばらくお待ちください。
続いて3組です。5名の出走となります。並び内側から5番別府小生大山丈一郎、3番紅葉久原名月、4番広告三田俊介、1番鹿町工業友永直也、2番大曲農業田口雄介です。第3組がスタートしました。先ほど行われました第2組先着2名をご案内いたします。確定先着2名、1着2番栄北埼玉岩本和真、2着1番広島総督大久保優希となりました。第3組がスタートしています。さあ、まもなく2周を回ってきます。ペーサーの前方5番大山丈一郎、その後ろ続いて番手1は福原名月、京都紅葉、この5人の中では唯一2年生、大阪広告の三田俊介、そして友永直也、鹿町工業長崎、先ほどは惜しいところでの3番手こちら敗者復活回りですが積極的に攻めていきました。その後方2番田口雄介大曲農業、こちらも力強い走りを先ほど見せています。さあ、ペーサーが離脱してそのままの並びで4コーナーから直線残り2周回、さあ田口雄介がやや前方に並び変わってその前に割ってはいる形で三田俊介、先ほどは福原名月も唇を切るような走りを見せましたが今度はどうか。残り1周入るところ三田俊介がここは先行に変わってその後ろに切り替える形で福原名月、そして外側には2番田口雄介、さらにその後方から1番友永直也が上がってこれるか。3コーナーから4コーナーへ向かっていくところ内側4番の三田俊介、そしてそのまま斜めの並びで直線勝負に入ってまいりますが、さあどうだ。4番、3番、そのまま入った。第6組まで予定されています男子競輪1回戦敗者復活戦です。
ただいまの第3組、先着2名、1着4番三田俊介広告大阪、2着3番桑原奈月紅葉京都、以上先着2名確定した模様です。続いて第4組です。さあ内側から1番学校石川辺見美月、2番浜松学院松本辰巳、5番静岡北天野かける、4番真っ当宮本蓮、そして3番奈良北水志公平です。そうスタートしました第4組です。こちらは2年生3人、3年生2人の構成となりました。ペーサーのすぐ後ろ学校石川辺見美月、先ほどは中段からの戦いになりました。積極的な走りを見せていましたが、今度は上段この前からの争い、そしてその後ろ2番の黒のキャップは松本匠、地元静岡浜松学院、そして同じく地元静岡、静岡北の天野かける、こちらが続いて3番手1からのスタートとなりました。その後ろ石川真っ当宮本蓮、そして3番の奈良北奈良県追試公平が続いています。そう徐々にペースが上がっていきます。ペーサー離脱のタイミングは時速50キロ程度というところ。ペーサー離脱、3コーナーから4コーナーへと向かっていくところはやや外側に位置取りを変えながら牽制が続きます。静岡浜松学院松本匠がすっと前の方に仕掛けるような形になりましたが、学校石川辺見美月それを抑える形で粘る。後方からの動きはどうか。3番手1、5番の天野かける、先ほども積極的なアタックと足を見せましたが、さあ仕掛けていくのはそして1番後方から赤いキャップ奈良北追試公平だ。しかしながらここは学校石川の辺見美月が抑えた内側、そして先行、さあ後ろは2番手争いの勝負になるか。中央伸びてくるのは天野かけるか。さあ天野かける、そしてその後ろに3番続いて追試公平、さらにその後ろに4番宮本蓮が続いていく。さあまずは1番、そしてその後ろは3番上がってきたか追試公平。さあ学校石川辺見美月の後ろ三者並走かと思われましたが、中央奈良北の追試公平が伸びたかと思われましたが、確定のしばらくお待ちください。さあ最後2番手争いというところでしたが、追い込んだのは中央かというところにもなりそうです。続いてスタンバイは第5組です。先ほどの第4組、先着1着1番学校石川辺見美月、2着3番奈良北追試公平と1着2着確定となりました。さあ第5組です。まずは3番吉田奈央函館大谷、4番海進鍋の隼人、2番白川実業鈴木貴弘、1番浦和北宇治原慎之助、
5番横浜創学館小林光志です。総代の組がスタートしています。ベーサーの後ろ、まずは3番北海道函館大谷の吉田真央がつけました。先ほどは第1組唯一の2年生の出走でした。4番手でこの再者復活に回っています。さあ、前方からの戦い、積極的な戦いに持っていくことができるか。その後ろ満定地、熊本海進高校鍋の隼人、そして白川実業の鈴木貴博が続いています。まもなく2周を完了。さあ、その後方、埼玉浦和北、宇治原慎之介、集団の動き、その速さを口火を切る形で上げていくような走り。そして一番後方に5番の黄色のキャップは神奈川横浜創学館小林光心です。ペーサーが離脱して、さあ後方の方の動き気にしながらの前方、横浜創学館小林光心がするりと前の方に前方三者並走に持っていこうかというところ。さあ、ここでまた唇を切ってくる大外、1番浦和北、宇治原慎之介が一気に仕掛けた。2番鈴木貴博、白川実業がそれに続く。まもなく残り1周、後方ちょっと車間が空いたが、さあここは小林光心が粘っていけるか。そして4番鍋の隼人も後方から追いかけるが、前方2名、さあそして2番鈴木貴博、白川実業が上がった。そしてその後ろに宇治原慎之介が続く。後方の集団は追いつくか。さあ2番手争い届きそうだ。そして4コーナーから直線勝負になっていくところ、白川実業、鈴木貴博はまず入ってきますが、さあどうか。2番手争い最後まで粘ったか。浦和北、宇治原慎之介、かろうじて粘ったかというところになりそう。確定は今しばらくお待ちください。力強い走りを見せまして、口火を切ったのは宇治原慎之介でしたが、それに一気に呼応する形で鈴木貴博一気に抜き去りまして、車間を取っての余裕を持ってのフィニッシュでした。その後ろ2番手争い、鍋の隼人がこの戦いに届きはしましたが、しかしながら宇治原慎之介粘ったかというところになった模様。ただいまの1着2着、1着2番鈴木貴博、白川実業、2着1番宇治原慎之介、浦和北、以上となりました。平成30年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会、まずはトラック競技1日目、本日の最終種目最終組を迎えております。男子競輪1回戦敗者復活戦、各組上位2名が4分の1決勝へ進みます。第6組です。まずは3番千原台岡田貢献、2番肘総合中根修正、5番紅葉山内太一、1番川越工業小高すばる、4番私立境田中優也。さあ今スタンバイとなりました。以上5名の出走です。
そうスタートいたしました。ペーサーの後ろ、まずは熊本市原台岡田高健がつけました。そしてその後ろに2番大分富士総合中根修正、そしてその後ろに5番岡山紅陽山内太一です。さあゆっくり徐々にペースが上がっていきます。選手変更がありまして、ポタカスバル、この競輪への出走となりました川越工業2年生、この第6組では唯一の2年生となりますが、積極的に攻めていきたいところ。さあそして2周を回ってきます。そのポタカスバルは現在後方から2番手位置での出走。さあ先ほども途中でアタックうまく乗せていくような走りを見せました田中優也。そして中央黄色いキャップ5番は山内太一、岡山紅陽です。この後ペーサーが離脱しまして、さあどんな動きを見せてくるか。残り2周回、現在並びはそのまま。さあ一気に踏んできました。4番の私立堺田中優也、ここは積極的に攻めます。そしてそれに切り替えて小高スバル川越工業、残り1周に入ってまいります。さあもうここは行くしかない私立堺田中優也が踏んでくる。さあ1回戦も積極的にアタックを見せました。そして小高スバル川越工業続いていく。さあ小高スバルが届いたか。バックストレッチ3コーナーから4コーナー向かっていくところ、先頭は小高スバルに変わる。そしてその後ろに続いてくるのが田中優也か。さあ間もなく直線勝負、2番手争いどうか。2番が上がってきた、中根修正が上がってきた。さあ果敢にアタックしていったのは田中優也でしたが、ここに小高スバルが乗っていく形、うまく届きました。そしてそれに続いていく最後の直線勝負、上がってきたのは中根修正、肘総合というところになったかという、そんな第6組ともなりました。会場のこちらスタンド側のところ、座席にガムテープ養生テープ等でブルーシートを貼って場所取りをされている方いらっしゃいましたら、至急こちらについては撤去をいただきますようにお願いいたします。こちらについてはお申し出がない場合につきまして、こちら大会実行委員会の方でブルーシート等は全て撤去させていただきます。皆様方のご協力よろしくお願いいたします。さあ先ほどの第6組。